それでは iPad Pro 12.9 開封していきたいと思います。なぜ今回2020年の言うたら最新より一つ型落ちの iPad Pro 12.9 を選んだかというと、今使っているのは iPad Pro の11インチ2018年モデルなんですけども、機能的にはこれで全く問題ないんです。でも子供たちが iPad を使って絵描いたりとかタイピングしたりとかクリエイティブなことをしたいというので、ではこれを譲ろうということで自分用に 12.9 が欲しかったんで買いました。機能的に2018年の iPad Pro で十分なので、今最新の M1 搭載の iPad Pro までは必要ないということで型落ちを選びました。型落ちでさらにね、整備品を選びました。最新の M1 チップの iPad Pro の2021年の最新のものでしたら18512GB で18万円超えしてたんです、セルラーモデルで。でもこの整備品のセルラーモデルの 512GB 12.9 インチは13万円ぐらいで買えましたので、そして整備品ということで Apple Care もつけませんでした。これもう言うたら4年3年ぐらい使ってますけど、画面割れることなくずっと使ってこれました。それはこの裸の状態で使うことがほとんどないので、だいたいこのスマートキーボードフォリオに取り付けてますので落下することがない。持ち運びもこういう状態で持ち運んでるので割れることはないんです。そして車乗ってる時はこれを外して車の車載ホルダーにカチャってはめて使ってるので、そっから落ちることがないので3年間無事割らずに使ってこれました。問題はこのマジックキーボード、めちゃ重たいんで、これがどういう運用なのかちょっと心配ですけど、マジックキーボード、じゃあ開けると同時に、はい、こちらニマソのペーパーフィルムつけたいと思います。なんか汚いな、傷だらけ、新品買ったのに。はい、それではシールを貼っていきたいと思います。まず本体をきれいにしましょうか。ニマスのペーパーフィルム、新品です。結構ザラザラですね。次はマジックキーボードを開封します。これがね、重たいんですよ。はい、はい、こういうことですね。おお、なるほど。硬っ。はい、つけてみます。
こういうことですね。角度がこんだけね、こういうことです。これがね、スマートキーボードフォリオやったらこう使えるんですけど、マジックキーボードはそれができない。もうここまでしかいかないんで、こうキーボードとして使うしかないです。あー重たいね。うん、 MacBook Pro を持ってるくらいの感覚です。重たい。だから iPad だけ使うときはもうこれはこうしてこうやって使うと。この時に落として壊しそうで怖いですよね。はい、こんな感じです。